先ほどの動画、実は後処理や合成は一切しておりません。一発撮りの自社映像です。しかも使用している機材はディスプレイ1枚のみ。そもそもなぜこんなものを作ったのかというと、前日の夜の出来事に全てが詰まっています。お気に入りの道具を家の中でかっこよく撮りたかったんですが、全くうまく撮れません。そこで液晶モニターを照明代わりに使ってみようと思い立ち実践してみたんです。これが大当たりでした。それも写真より動画の方が断然面白く撮れそうです。光の動きが反射してとても躍動感がありますよね。ただちょっと物足りなくないですか。光は綺麗ですが、液晶の他のスペースがとてももったいない。これを活用できないか考えてみました。まず奥のスペース、ここに45度の鏡を配置すると液晶面を反射させて背景映像を作れそうです。そして左右のスペース、ここにも鏡を配置すると左右から照明を当てられそうですね。そして手前のスペース、ここに45度のアクリル板を配置すると液晶面だけ反射して疑似ホログラフィックスが作れそうです。家の中にある鏡や段ボールを活用して DIY 試行錯誤しながら組み立てれば完成です。名付けておうちハリウッドスタジオです。試しに映像を流してみると大成功です。こんな表現家でできるなんて想像もつきませんよね。簡単に今回の映像を分解して紹介すると、まず床面映像、ベーシックな光の流れを表現できます。そして背景、鏡を使用して床面の映像を反射させています。これはサイドの照明、これも鏡を利用して立体感のある光を作っています。奥の赤いラインは車のハイライトと上部の光を演出しています。この点滅は雷、左右や奥の鏡を使って遠くの光を表現しています。最後にアクリル板、これであたかも合成処理したかのような演出ができます。これらを全て合わせることで日常では作り出せないような演出や表現が可能になりました。しかも使用している機材はディスプレイたった1枚です。中心にフィギュアやプラモデルを置くだけで、まるで映画のワンシーンのような迫力あるオリジナルのライティングや演出が作れちゃいます。そしてこれが完成形。本当に車が動いているように見えませんか。今回はデロリアンを使ってタイムトラベルのシーンを作ってみました。タイムトラベル、時間旅行も早くできる日が来るといいですね。